安倍昭午8月10日から2015年1月4日は、日本の政治家、衆議院議員、社会民主連合書記長、国会対策委員長、衆議院環境委員長、山形県議会議員を務めた。勲章は、勲一等随法省、山形県薬味郡一条村の農家に生まれる。法政大学法学部在学中から、 左派社会党所属の神林雄一郎衆議院議員の秘書を務める。1951年、厚生大学法学部卒業。1954年、全日本農民組合連合会青年部長をするなど、農民運動に携わり。1959年、山形県議会議員選挙に出馬し当選。2期務める。1967年、 カンバヤ氏の地盤を引き継ぎ、第31回衆議院議員総選挙に日本社会党を公認で旧山形2区から出馬。得票数4位で初当選した。以後、10期連続で当選。1977年、社会党に離党届を提出するが、受理されず除名処分が下った。翌1978年、社会民主連合の決闘に参加。で代表の 党国会対策委員長に任命される。その後副書記長や枝佐月代表の下で書記長を務めるが社民連の回答まで一貫して国対委員長の座にあった。1994年の社民連回答に伴い日本新党に入党した。1994年日本新党の回答により新新党決闘に参加した。1996年の 第41回衆議院議員総選挙には、比例東北ブロック単独で出馬したが落選し、政界を引退した。2015年1月4日、肺炎のため省内アマルメ病院で死去。86歳ボーノブ生4位。全日本農民組合連合会青年部長であった、当時、ソビエト連邦を訪問。コリフォーズソフホーズの作物の不出来、農場員たちが市場で、 現金収入を得るために耕していた、小農場の充実ぶりを目にし、共産主義の行き詰まりを確信するようになった。日本社会党から衆議院議員に当選後、構造改革を唱える枝三郎の派閥に属し、後に社会党を離党して、枝が決闘した社会市民連合の後ろ身にあたる社会民主連合に入党した。新東京国際空港の一坪。 共有地の名義人の一人であった。また、党派を超えて、省内空港の実現に尽力した。選択的夫婦別姓制度の導入に賛成。ありがとうございます。